始まったかなどうも、えー、ボビーアトレザーのボビーです。えっ、ー、とですね、き、え、ょ、ー、は11月の18日ですね、えー、78回目のライブ配信になります。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボボビビーーアトレののでですす大阪ね、えー、今日も大阪のボビー・アトレーザーのアトリエからですねライブでお届けしております。ねえー、もう気がつけば78日、えー、やなんか配信してるんですね。<laughs> ねボビー・アトレーザーというの,の、ねえー、作品はですね、えー、こんな感じですね。えー、こういう皮、えー、紐もを、ねえー、使ってですねミシンとか使わずにね。 ハンドステッチですかねかがり縫いのねしながらですね60年代70年代のねロックファッションとかにね影響を受けたレーザーブランドです。ねえまあそんな感じでちょっと挨拶みたいな感じをしてみました今日はですね大阪もですね非常になんか春が来たかのような小春日和ですね うんまあ、あ冬に近づいてるんですけどもね、えー、非常に、えー、天気のいい感じでですね、えー、まあ絶好の交楽日和っていうんですかねででだと思いますね、えー、皆さんもねもう、まあのね住んでる町はですねご覧の,お、ね、の <laughs> 何言うてるのかあれけどね町はですね、えー、いかがでしょうかね、えー、まあそんな感じですね今日はですねちょっとしたあ告知、えー、ねまあちょっとあのー 打ち合わせはまあ詳細はですねまた明日以降にですねちょっと打ち合わせをしながらですね進んでいくんですけどねまああのこういうふうに言ってますこういうイベントにね出演というかねリ,リ,ムリモフェスっていうんですねまああのこれはですね、えー、まあ僕のですね、えー、僕はもう小豆島出身なんですけどもね、うん 香川県のですね、その小豆島出身のですね、ミュージシャンのね、大先輩のね、吉井健太郎さん、吉健さんですね、吉健さんですね、からお誘いいただいてですね、ロックミュージシャンですね、東京でですね、バリバリ活躍されているロックシンガーの大先輩ですね。 えっとですねえその吉健さんからですね、声をいただきましてね、お誘いいただきまして、まあまあ僕もまあ前の番組とか、ちょうど自粛期間というかね、そういう時期間の頃やったんで,で、ああアトリエでねえ過ごしながらですね、このリモフェスをですねえ見てました。出演アーティストと書いているんですね、勝志君ですね、え。ー 彼もですね、えー、小豆島の、えー、同郷のですね、えー、シンガーソングライターです。で、ねえー、あのまあ古い付き合いになりますね今もたのね、うん。あの郷土愛っていうかねあのすごくね、えー、あの何ですか歌の中にですね、えー、ふるさとへの思いとかあそういうねあの仲間への思いとかですね、えー、そういう なんかこうひたむきなね歌をですね曲をですね作って、えー、活躍してます、ねえー、も昔よくカラオケもおしましたね <laughs> 一回カラオケ行ったかな一茂 <laughs> 君とね <laughs> 出会った頃かな、うんあのー、当時ミクシーをね、えー、やってましてね、えー、その時に、えー、ねあのー 僕も小豆島出身なんですけどもっていうことで僕もねお互い小豆島出身やいうことでね会いに会おうかって,ってまあか彼も関西に住んでたんでまあ関西に住んでるんでまあ僕も関西にね住んでるんでねでまあそれでえ初めて大 <laughs> 手てですね知り合いの古着屋さんを巡ったりとかしてねでまあ一あ回カラオケでう <laughs> かあれでね 2 <laughs> 人で、えー、カラオケ行きましたね、えー、とてもね何、えー、て言うんですかハートフルなシンガーソングライターですね。吉純さんもね僕も吉純さんとはですね、えー、まあ和くんもそうだし、えー、学校はね高校とかは違う,あの違う高校やったんですけどね、えー、僕は小豆島高校で高等学校でね和くんとね吉純、えー、さんは殿庄高校です。ね 今はもうあの合併してですね、小豆島中央高校かなになってる、一つの高校になってみたいですね。で、よしけさんのことはですね、僕が高校生の頃にうわさで聞いてましたね、小豆島出身のシンガーの方がいると、東京で今頑張ってると。で、まあ あのデビューがね決まった時に広島出身のロックシンガーがあーデビューしたということですね僕はまああの高校生の頃僕もバンドをやってましたんでねえそういうことですねあの噂の人でしたねずっとねうんでまあ年月かたってですねあのテレビの CM でですねえ何やったかなあのお金がすべてないんだよって感じでステージでねえこう かっこよくですね MC をされてるシーンのですね、えー、CM がですね、えー、テレビ CM が流れてですねあこれヨシケさんやなと思いながらね、うんあのー、非常に、えーまあ、こういうご縁というかねなんかう時間が経ってですねいろんな人生の,のいろんなそれぞれの人生の中でですね、えー、こういう服に、えー、一つこうなんか僕はまあね絡まわせてもらえるというんでねありがたいなと思ってね。まあえー まト,ートークゲストって何かね照下稔ってねこ僕の本名で、えー、入ってますね,、うんねえー。どういう構成になるかね僕もすごく今から楽しみです。まあこういう、ね、あの機材とか配信機材があってよかったなってあの <laughs> 思いますね。えー、まあ z ズームかなんかで、えーえー、多分僕はちょこっと出ると思うんですけど。 あのー Zoom、もですね昨日パソコンにねインストールして <laughs> なんかあやりました、ね、まあ、まあちょっと明日明後日の夜ですねちょっと打ち合わせがあるんで、えー、まあちょっとこう、えー、使い慣れるようにね試合し,したいなと思ってますね。あ,あとですね僕の一度お会いしたミュージシャンの方ですねあの日浦さんですね日浦さんの元クラスのね 夏の日の一九九三のね、えー、で一生風靡したあのー、ミュージシャンですね。まああのヒーローさんとはですね一度あのー。 大阪のですねアメリカジショップのラピーヌっていうところあるんですね梅田の茶屋町にそこのですねえライブをそこのカフェルームでですねえライブをされててあのね見に行きましたまあもともとは賢治郎くんでねよくあのこ,の,たもこの,あの動画配信でですねよく <laughs> 出てくるあの話題ねよくあの絡んでる賢治郎くんでピアニストあのピアニストっていうかあの ピアノマンね、ピアノ弾きながら、あのー、歌うっていうね、えー、彼のね、えー、の先輩かな日村さんね、あのー、ひ日村さんのクラスがあでね夏の日の1993のお次にデビューしたのがね、えー、健次郎くんでしたからね、うん、でまあその感じでですねでも健次郎くんと当時、えー、ラピードにね、えー、見,あの見に行ってねジョイントしてたかな うん、ジョイントライブをやってたんでねんで、えー、まあ見に行かせてもらいましたねもうあれからずいぶん時間は流れます流れてますけどね、えー、またこういう感じでねなんかこう少しでもね絡めたらなと思いますしねなんかいろんなあ、まあ、こう人生をですね、えー、僕はもうレザーの道をですねこうずっと、まあ、歩みながらですね えー、なんかこういう何かの節目っていうのがあって、えー、重なるっていうことがあったりするんですねなんか不思議だなと思いますだ、うん、からすごい僕も今からね楽しみにしてますんでねもしあのお時間があればですねタイミングとかあればですね是非あの番組でね、えー、アクセスしていただいてですね、えー、ご覧いただければなと思いますはいえー、とあいろいろありがとうございます あ坂本さんありがとうございます入ります入した日本はあ今日暖かかったんですねこっちは、えー、こっちはあと1ヶ月もすれば夏ですクソ暑いっすで、えあやっぱこう南半球になるかなチリてね僕あのペ,あペルーかねうん。 えー、なんか地球同じ地球に生きてますねうんねう嬉しいねえー、坂本さんまたね、えー、小豆島小豆島って呼、えー、んでめちゃ笑われ,れたことがあります普通読めんよねうん僕も思いますよあのー、こうパソコンで、まあ、今は小豆島って打てるけど例えば町名とかねぼあのー あの土地の名前とかあるじゃないですか絶対出てけへんしね <laughs> まあ、大阪もそうですけどね、うん、あの何、ー、て読むんやろうというような地名が結構駅名ありますからね花店ってあるんですけどあの放出って書いて何で花店やねんって感じのねそんな感じであのー、関西はいろいろ当て字のような感じのとこいっぱいありますね。うん、あ坂さん ねえこんにちはねいつもご覧いただきありがとうございますねあのそのリモホベースもですね、えー、ぜひあのご覧いただければ嬉しいですねいろんなミュージシャも出ますしライブとかねあの多分あるはずです勝雄くんのライブとかね、えー、非常にハートフルな <laughs> ね、えー、純朴なですね何つ、えーえー、うんですかあの高青年というかですね。うん あの僕ね、ねよく、まあ、ここにもアトリエにもね遊びに来てくれたこともありますしね、えー、僕が当時入院していた時がありましたねその時もね、えー、駆けつけてくれましたしね本当にねあの素直なあまっすぐな好、ねえー、青年のですけどねそやっぱこう歌うたいっていうのはですねそういう,う実直なあ姿勢も大事だなだなと思いますね心現れますね。<laughs> はい、こんな感じですね。えー、あ、山本さなんなお南半球です。赤道があるエクアドルに近いのでクソ暑いです。あ、なるほどね。赤道直下に近いんですね。なんかあのこうなんていうの寒いイメージがすごくあるんですよ。なんなんとなくあのイメージですよ。なんか山の山奥の サボテンとか,なんかあってねなんかこうなんかイーグルスとかあの辺の音楽聴いたりしたら似合いそうな感じかなあのちょっと昔のイーグルスのね、えー、も,うもう多分今う話してても多分つつ全然誰にも通じてないんやろうかないう感じですけどねうんねなんかそんな感じですね、えー、なんかまあ,あこういうイベントがね、えー、あるんでねまああとお、まあ、ちょっとした告知でね まあ、あのこのウェブショップで,ですね、えー、今、あのー、ベースのですね、えー、ウェブショップをですね、まあ、僕が使ってるんですけど、でまあ、そこでですね、えー、21日までですね、えー、こ,のこういうキャンペーンがありますので、ね、このクーポンコードを入れて、ですね、えー、あのあのハットとかの予約、まあ、このハットはちょっとあるないですけどあね。 バルハットと,、ね、とかあのキャスケットとかあの定番の,、ね、あのモビアトレザーの、ねえー、作品とか予約とかできますんでねこれを機会に、ねえー、チャレンジしていただけるコレクションに、ね、加えていただければなと思います。 はいそんな感じでですね、えー、今日はあーちょっとした告知のねお話をさせていただきました。明日はですね、えー、ちょっと朝からですね、ちょっとーアトリエを離れますんでね、えー、おそらくスマホからですね、スマホ立てて、あのー、実況中継みたいな話になるとかもしれませんしね、うん、まあ、それもそれでお楽しみください。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バ